はい、住んで埼玉です。本日ゲストをお招きしてます。 K さんです。こんにちは、お願いします。今は浦和住宅公園のセンターハウスっていう、まあ、いわゆる控室みたいなところで、うちの社員のリュータ、はい、あとはメンターのコバさんも画面には映ってないんですけどいます。お願いします。お願いします。で、今回ですね、 K さん来ていただいて、なんかいろいろ雑談してたら、一時期埼玉県内でも一番広いマンションの一つだと思われるマンションに、まあ、いわゆる超豪邸に住んでたという事実が発覚して、ちょっとどうでしたっていうのを聞いてみたいなと思います。お願いします。お願いします。差し扇ホームズというマンションで、もしかしたらマンションに詳しい、おじさまだったりは知ってるかもしれないんですけど、バブル期、1993年に建てられた旧大宮市ですね。そうです。旧大宮市の川越線の差し扇駅から徒歩12分ぐらいの、マンション。結構マンション詳しい人だったら知っている。もう広さが何平米？190ちょっとぐらいですかね。190平米ちょっとでした。それが、に住んでたってことですか？そうそうです。190平米に住んでいた、しかもマンションですからね。コパさんの建てられた戸建ての延べ床よりも広いってことですか？140です。140も相当広いですけどね。それが、マンション。そうですね。まあ、ワンフロア。ワンフロアで190平米のところに、あれ、ちなみに何人で住まわれるっていうか。あ、そうですね。両親と、あと弟含めて4人みたいなんですよ。で、4人家族でそこに住んでいたと。はい。一人当たり50平米じゃん。一人当たり50平米です。うちやん。40平米。うちやん。うちやん。でも、このマンションが、1993年に建てられたんだけれども、K さん一家が住んでいた時期は中古で買ったんですよね。そうですね。うんうん、で、そこで、若かりし頃を過ごした。うん、そうですね、うん。っていう感じ、うん。やっぱりなんか他の人よりも違う家に住んでるなっていう感覚はちゃんとありました？いや、まあ住んでたのはまあ大学時代とか、大学院の時代なんですけど、ああ、その頃であんまり友人の家に遊びに行ったりとか、はい、まあ、することはなかったんで、はい、うん、まあ、これが普通とは思わないですけど、でも、まあ、まあまあ、うん、まあ、こんなもんなのかな。こんなもんなのかなって思いながら。思いはありました。なるほどね。で、そのマンションに住んでいる住人の方って、みんななんかその最初から住んでるような人が多かったのか、それとも途中で来られた人が多いのか、どんな感じだったのかっていうことですか？そうですね。元から住んでたのはもうちょっと遠い記憶ですけど、うん、まあ大体7割ぐらい。ああ、うん。じゃあ最初から買われてずっと住まわれてたような方。うん、そうですね、うん。っていうのが多い印象。あ、うん、だからこれ、分譲時の価格がもう奥、スタートみたいな感じだ。そうですね。多分。うん、その当時のその、まあ、まあ、セコンドというか、が多分その、はい、当時の多分最高級の多分家を作ったっていうのはなんか、まあ、地元では有名みたいですね。そのマンションデベロッパーというか、そうですね。施工主が当時30年前ぐらいの最高峰のものを作ってた。うん、だから埼玉県内でも有数の物件だったんじゃないかと思われる、うんうん、で、それを買ってるような方々だから当然所得とかも高そうだし、うん、っていうような感じ、うん、そうですね。やっぱりお医者さんとか弁護士さんとかそういう方が多かったイメージがあります。あ、うん、それでもだって周りのマンションと比べたらもう全然価格が違うから、住む人もなんか違いそうな感じします。あ、そうですね。近くのマンションってあんまりないですけど、まあ差し折りのライオンズマンション、はあはあはあ、まあちょっと
16号沿いです、うん、ありますよ、ね、それぐらいしか当時は、まあ、あと駅近くのマンション大理石風呂が大理石、うん、あそうですね、あと循環式のキッチンも循環式の、あそうですね、循環式のお風呂でよくその古谷さんが来てその機械のメンテナンス、メンテナンスの温泉ってことですか、お、まあ、人工温泉みたいなそういうやつだと思まあ、あの私はあの、あんま興味なかったんで、あただ24時間湧いてるなぐらいしか思わなかったです。え、温泉が24時間湧いてるんですか。いや、そうです。どういうこと。天井、本当だ、天井の木だ、あ、そう、はい、そうです。普通じゃない、普通じゃない。キッチンも黒置いて、黒大理石、あちょっと、まあそうです、まあ、今思えば大理石、うん、すごいなじゃあそこに、まあだから住んでたってことですよね、はい、うん、個数もね正直多くないから、はい、俺どこまで聞いていいのかどこまで使えるのか分かんないけど、はい、子供たちはなんか お坊ちゃんみたいな人が多いんですか。もうそうです。でもただ私たちが住んだ頃は多分同世代の行動もめ、あの、まあ、子供というか、うん、方々はちょっといらっしゃらなくて、どちらかというと、もうちょっとお年を召されたご夫婦が住んでいるとか、で、たまにあのお孫さんが来て、ちょっとこう騒いでるぐらいの、うん、感じでしたね。そんな感じなんだね。あ、うん、あれですよね、固定費がめちゃくちゃ高いっていう。まあ、そうですね、固定費。管積み管理費修繕積立金略して管積みって言いますけど、うん、10はいかないですけどそれに近い金額だったんで、管積み10万弱、うん、多分あとその多分エアコンとかがそのまあ壁紙にこう埋め込み式で、うん、多分その動力電源とか、まあ、そういうのだったんですね。だから多分契約アンペアが240アンペアだ。240アンペア、はい、そうですね。聞いたことない。憲法が工場みたいな。ちょっとした工場。そうですね、三層式の電力。そこだけはあの大学授業の一環で、はい、電気の授業をやった時に、はいはい、ちょっとあの家の電力 その請求書を持ってこいみたいな授業があって、ちょっとそこで、あ、なんかうち違うのかなって認識したことはめちゃくちゃおもろいっすね。お前んちやばくないみたいな。え、どういうことみたいな。40アンペアだよ。教授、これ自宅かって言う。お前んち何やってんだ。工場じゃないんだ。そうですね、それだけは覚えてる。うん、それは強烈に覚えてるんでしょ。なるほどね、なるほど。っていうようなところ住まれてて、あと、まあ、便利だったのがあの隣に病院があるんですね。あ、はい、八王子病院、で今はあの新しい棟ができたんですけど、当時は駐車場だったところがあの、まあ、建屋というか、うん、まあ、そこになったんで、まあ、隣が病院っていうのは、うん、まあ、結構行きやすかったのかなと思いました。あとはあれですよね、立地で言うと16号沿いの近くなんで、こう埼玉市内にも川越の方にも抜けやすいっていうところで、まあ、動きやすい場所ではありますよね。そうですね、あとまあ駅までも、まあ、歩いて10分ちょっとですけど、うん、まあ、まあ歩けない距離はない。そうですね、まあ、近くにライフとか、あとまあお弁当屋さんとか、まあ、結構そういった、うん、買い物する場所とかもあったんで、すごい、まあ、庶民的な、まあ、暮らしというか、あのすごい住みやすい場所であったんだけど。そういうことですね、うん、あとはまあ川越線の始発もあったりするから、東京方面も座って行けたり。そうですね、うん、まあ、川越次に、うん、結構差し降りっていうのは、うんうん、快速電車の始発で出るんで、うん、まあ、都内に出る場合でも出やすかった。なるほどですね、うん、そういう感じ、うん、
なんかお父様とかお母様とかご家族がこう住んでてなんか感想を記憶してることあります？なんか言ってたとか。あ、そう、まあ住んでる時はまあ広いねとかぐらいしか思ってなかったんですけど、ただ最初引っ越す時にですね、その家を検討する時に、はい、まあ住宅雑誌とか見て、うんうん、これなんかミスプリなんじゃないかって思って、発見したのはそのアパート、あ、マンションだったんです。ああ、なるほど、これは間違いなんじゃない？間違いない、間取り図がおかしいぞみたいな。90平米の間違いなんじゃないか。ああ、確かに、うん、190平米の物件って見ないですよ。見ない。でも実際に見に行ったら本当に実在してたんです。実在してた。そこで、あ、そういうマンションもあるんだっていうことを知って、まあ、両親が非常に気に入って。あ、気に入ったんですね。じゃあ買っちゃうぞ。詳しい話は分かんないけど、多分、見に行って多分すぐに、買い付けというか、もしかしたんじゃないかなと思われる、うん、っていう貴重なご経験をされている。K さんからいろいろ話をお伺いできました。コバさんなんか聞きたいことあります？ K さんからすると今60平米のマンションとか 3LDK とかね、うん、そういうのってどう見えてるのかなと思ってですね。どうですか？いや、それはやっぱり狭いです。3分の1ですもんね。狭いし低いし、あ、まあ、思いますけど、でも、まあ、それはやっぱり、まあ、昔がそのマンションが異常だったんだなっていう、うん、まあ、気づくチャンスみたいな。あ、当時がおかしかった、うん、うん、確かにそれが基準になった家探しって相当大変ですよ、はい、そりゃそうですね。 LDK は30畳以上じゃないと住めないって大変ですね。まあ、ただあとやっぱり掃除が大変でしたり。あ、そうか、うん、掃除大変そう、うん、やっぱりそこは、まあ、母親だけではどうにもならないので、みんなで、まあ、みんなで、はい、手分けしてそのする掃除が大変だったとか、うん、広すぎてよく聞くけど、うん、見たことない、うんうん、ガチで広いからね。収納すごい多かったんですね。収納、まあ、そうですね、やっぱり例えばキッチンだったらパントリーがあったりとか、うん、あとは、まあ、そのもう備え付けの棚とか本棚とか、まあ、そういうのが充実してたんで、まあ、これといって本棚が新しく買ったりとかするのはなかったですね、うんうん、見に行ってみたいけどな。ちょっとなんか売却した言い方声かけてください。お預かりさせていただいて、その価値が分かる方に買っていただけるように頑張りたいなと思います。なんか、Kさんか他にエピソードとか、今喋ってて思い出したけど言ってないようなこととかありますか？そうですね。まあ、当時、まあ、大学の学生時代を過ごしたんですけど、はい、やっぱりちょっと思ったのは、まあ、12分でも、まあ、前の住んでいたところからすると駅までの距離が12分っていうのは近いなとは思ったんですけど、やっぱり住んでいく中でやっぱりもうちょっと近ければいいというのはありました。なるほどね。で、たまたま出た時間がこうバスが通ってる時間と重なったりすると、うん、もうそこからバス停に乗っちゃったり、あ、うん、そういうのがあったんで、やっぱり、まあ、次買う家っていうのはもうちょっと本当にところで行けるようなところがいいなって思ったの。いいなって思ったの。差し置き自身の使い方はどうでした？あ、そうですね。まだ私が住んでいた頃は確か南口しかなかったんです。でもそれでもまあまあこじんまりとした駅ですけど、まあ、周りにミスドがあったり、日高屋があったり、あった、まあ、それなりに充実してて、うん、もう全然使い勝手は良かった、うん、で今はさらに北口もできて、より利便性は高まったんじゃないかなと、うん、通勤通学も全然問題ない。そうですね。あとはやっぱ西宮駅ができたおかげで、その栄高校の生徒さんがその差し置き駅を使わなくなったことで随分と楽になったので、
なるほどね。今までは学生がたくさん差し置きに使ってたけど、はい、西尾宮駅流れたから。そうですね。まあ、栄高校の生徒さんと、あと周明高校の生徒さんが重なると、すごい駅前が混んでたので、まあ、多少ちょっと賑やかさがなくなったのは、まあ、寂しい部分はありますけど、うん、まあ、駅として、まあ、使いやすくなったっていうのは、まあ、今って。なるほど。利便性は高まったのかなと思って、うん、ありがとうございます。そんな感じですかね、うん、じゃあ差し置きホームズに住んだことがある男から話を聞いたということで、うん、そうですね。なんかこういう埼玉の名物マンションというか、まあ、こういうのはなんかまた皆さんにご提供できればなと思うんで、またなんかネタあったら協力してください。ありがとうございました、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。